その平松にしても、まあでも平松もいいとこあったでしょ。あいつは僕はね、やっぱりもう大エースすぎて、うん、ほとんど喋ってないです。喋らないよ。はい、気はあったでしょ。まだいや、まだふたふたしてます。山下さんもふたふたして山下さん、あいつ山下のさ、あの帽子の被り方が昔上だったんだよ。なんでできたか、ヘルメットかもさ、このポケットに帽子入れてた。ヘルメット、こっちのヘルメットを抜いた速さとこっちから持ってくる速さが一緒なんだ手品みたいな。それはやっぱりちょっと松本さんたぐらいになった時でしょ。人のやばいな。いや、もっとなかったね。もっとなかった。これまだあるほら、田植えの時期みたいな。だって僕入った頃はまだありましたよ。あった？あ、そう。だけどその後少しずつそういう状況になってきて、その帽子とヘルメットのチェンジが早くなったっていうのは。あれ夢だった。みんな知らないでしょ。あれめっちゃ早かった。手品みたいな。プリンスでしたからね、やっぱり自体はね。でも昔ね、あのね、昔というか、その辞めてからね、大ちゃんと、山本小鉄さんってプロレスの、それで、オブジェとかやる熊さんって、芸術家熊さんって、これ3人とも同じ体験で、同じ頭の格好で、同じスタイルなんだよ。で、俺、よう一緒に遊んだ。3人で一緒に行くとさ、道歩いたらみんな避けていくんだよめちゃくちゃ怖い、恐ろしいメンバーだな雰囲気はそういう雰囲気ですね。でも大ちゃんもおもろかったな。あれ監督した時どうだったの？監督の時は私はコーチなんですけど。あ、そうか、コーチやな。はい、いまいちだった。いや、いまいちっていうかですね、うん、あんまりそういう監督の際、あんまりピッチングコーチとしてはあんまり気にしてなかったですから、うん。ピッチングコーチやったとか、最初の監督は誰だっけ？最初の時は権藤さんです。あ、いや、権藤さんか。優勝した時だ。いや、だから優勝した後です。優勝した後、優勝した時は斉藤さんがやってるんですよ。あ、キヨがやったんだ。で、二人で喧嘩して俺辞めるって、斉藤さん辞めちゃったから仕方なく僕呼ばれたんです。僕下でやりたかったんですよ、コーチを。ああ、それ偉いな。本来はそうあるべきだよね。だから下で2年やってで、うんうん、その年が上で優勝してるわけです、上が。うん、なるほどなるほど。で、上で斎藤が喧嘩して、喧嘩して、やめたら来いと。こう言って終われたんですよ。これが皆さん、実像だそうです。はい。だけど実際、だから、権藤さんの時に呼ばれて、その、優勝した次の年ですけど、うん、私はコーチらしいコーチ業は、した記憶っていうか、それはゴンちゃん全部自分でやる。もう自分で言ってました。俺は監督だけどコーチだからって。解説の時確かね、そんな話したことあるよ。遠藤かわいそうだね。全然無視だもん。だってマウンドも行かないでしょ。マウンドはゴンちゃん行ってた。いや、だから僕なんかどっちかっていうとピッチャーってマウンドに来られるの嫌じゃないですか。いや、なんだよ、あれいつも言うんだけどさ、分かってないから。で、権藤さんが監督で、うん、私がこうやって始まって、うん、先発ピッチャーがちょこちょこっと立ち上がりやられたんですよ、うん、だから行くのかなと思ったら私に飛んできて、うん、お前ピッチャーやられてんだ、助けに行ってやれってなんだそれ言われたことがあるんですよ、うん、でそうですかねと思いながら、うん、それで帰ってきたピッチャーはなんか監督に言われてましたよねってから、助けろって言ったってね、なめんなピッチャーですから助けようもない、一番もないじゃないの。声かけてこいって言うんだ。だからそういう助けにいいっていうか、声かけて声だったんでしょうね、うんうんうん、だから僕は自分の立場でスタートしていきなり、ね、点取られようが、もう出てこられるとなんとなく嫌だったんで、やっぱり投げてるのエースでしたから、その当時の、うん、なるほら、もうこんなんだってまだ1点2点ぐらいでっていう気持ちでいたんですよ。そうそうか、投げてる人やピッチャーによるわな。だからなんで行かねえんだよって言われて、いや、行く必要ないと思いました。そっか、中身聞いてなかったな。俺だって、俺らあの子が放送してる時さ、ボンちゃんいつも一人で行くじゃない。でピッチャーで遠藤かわいそうね、お前何もだから、ね、仕事させてもらってないじゃないかなって。だってバッテリーのミーティングってあるじゃないですか、うん、で、いろいろと喋った後に後からピョコッと来て、うん、あんなの気にしなくていいから真ん中掘ればいいからって言って帰るわけですよ。
会議っていうかコーチね、コーチとしての立場なんかもう何にもないわけじゃないですか。いや今思い出したけどね、確かそういう空気があった、そんな話したことあるよ。斉藤さんもじゃあもうそういうのがだからそうでしょうね、多分その秋山も絶対多分それは我慢できない、だから一応ね監督ですから担当コーチとしてはローテーションこうでどうでしょうかって行くけど、ああこれはこうだからこうこっち、あこれもうそんな感じでしたからね。そうだな、いや聞いてみな分からん。あれもまあ俺も権藤さんあの頃は俺なんか結構終わり方を悪く言ってたんだよね。あのちゃかちゃかちゃか変えるから俺嫌いだったから、俺変えるピッチャーを。それがサモさんなんか近代的な正統派の野球だみたいなこと言うから、いやそうじゃないだろうと思ったんだけどさ。やっぱりあの権藤さんはその、うんね、自分がプロ入って3年ぐらいですぐ肩を痛めましたよね、もうあれだけ投げればやっぱりね壊れますけども、それで節制したかしないか言わないもんねそれは分かんないんですけど俺は絶対下げ伸びすぎて壊れたと思う。だから今の子たちってもう6日もね空くわけじゃないですか、だから6日は空けててこのぐらい放ったからってすぐ変えてたら、うん、後ろはピッチャーにしわ寄せも行くし、ね、と思うんですけど、うん、って言ったら、いやすぐ壊れたら元も子もないんだ、うん、もうそっちにこれ固まっちゃったんだね、うん、怖いんですよ。だから今の時代みんなそれだから、なんでしょうね、うん、だから伸びてこないじゃないですか。ラミレスなんかそうだったじゃん、せっかく高騰してたのにさ。まあ俺自分の持論なんだけど、6回ぐらい投げてあと3回投げたら肩に力がついて次の時のピッチングにいいなって俺は思ってたんだけど、それどう？いや僕もやっぱり肩のスタミナ、投げるスタミナっていうのは投げないとつかないじゃないですか。で一番6回7回ぐらいがきついんですよね。そうきついの、1回落ちるんだよね、ちょっと落ちたりコントロール乱れたりとか、だからそこ乗り切ると完投できるわけですよね。だけどそれをやらないから、うん、そういうピッチャーが出てこないわけじゃないですか。育ってこないの、だからやっぱり100勝できない。関東だって俺見たら130ぐらいするでしょ、140するでしょ、トータルですか。トータル140じゃないですかね、44ぐらい多分したと思うんですけど、うん、あまりもう数字頭入ってませんから。いやそれね、昔は俺たちもそうだった、最近なんかそういうことがあるから自分がどれぐらい投げてたかなとか、このピッチ昔の俺たちのやったピッチャーどれぐらい投げたとか、やっぱちょっと見てみるじゃない、はい、この前も東尾にね、あいつまあ20年やったんだけど、東尾ね自分はあの関東数を覚えてるって聞いたら、そんな知らんねえって言うとんでもないデタラメなこと言って、でいやいやだって257回してるよ、えって言うの普通だもんな。そのいやもうだからエース級は大体みんなそうでしょ、うん、あれ なんでだから今みたいにね、これピッチャー先生来るたびに俺聞くんだけどさ、そのなんで能力がないと思ってるのか、故障すると思ってるのかね、育たないじゃん、だってそれじゃ故障すると思ってるんでしょうね、うん、まあそうだな、だから商品だから壊しちゃダメだっていう、うん、だけど僕は反対にその分後ろは壊れると思ってる。いやそれはみんなで結局壊れるじゃん、60だ70だってね、うん、年間あんな1イニングだからと思ってますけど、うん、作るまでに放ってるし、うん、そうそうそう、だったら中1週間も空いてるピッチャーを放らした方が、うん、絶対に良くなってくるとは思うんですけどね、うん、いや俺もそれはいつも思うわよ。だから遠藤の記録なんか見たらすごいよ、200イニングを10回ぐらいやったでしょ。いや10回まで行ってないでしょ、多分途中怪我もしたりとか、抑えもやったりとかやってますから、最低でも6回はやってる、年間200イニング以上だ、うん、だって200は当たり前だと思ってましたからね、うん、いや俺でさえ6年連続やってるからね。だからそのそれを気にしたのは最近なの。それはね、俺らの世代の人はそんなこと、うん、他の先気にしないよな。気にしないでしょ。記録なんですよ。で、言うてる今こうやって見たらすごいんだよ、エンド。今の人は見たらびっくりするよ。あの、年間のイニング数と。僕、最高が270ぐらい放ってるんですけど。私ぐらいからあとはだん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 。落ちたね。もう200超えてるのここ最近いないでしょ。200は年に1人いるかいないか、去年は誰もいない。何年か前に上原がまだ日本でやってる頃、菅野がね1回だけやったんですよね。あ、菅野やってますか。
あれ、なんかの時日本いつも目標は200イニング、はいはい、15勝200イニングとかっていつも言うんだけどさ、まあ、そんなできるやろ、あんただったらできるよって俺はいつも言うんだけどさ、やらないんだよね、結局。